吉田彩香は日本のフリーアナウンサー。TBS スパークル所属。北海道北広島市出身。札幌大学外国語学部卒業。在学中は、当時の日本バスケットボールリーグ所属、レラカムイ北海道のチアリーダーをしていた。身長164センチメートル。大学卒業後の二千八年四月、NHK 室蘭放送局に契約キャスターとして、 採用され4年勤務。2012年4月より北海道テレビ放送のアナウンサーとなった。2013年9月末をもって北海道テレビを退社。同年10月からフリーアナウンサーに転身。2015年春に活動拠点を東京に移し、TBS ニュースバードのキャスターを担当。2017年12月設立の東京北広島会の理事に就任。 2018年4月より、テレビ埼玉に契約アナウンサーとして1年勤務。2019年4月より、東京マーケット情報を担当。趣味、特技は、アイスホッケーやバスケットボールの試合観戦、旅行、神社巡り、チアリーディング。北広島への愛嬌心が強く、北海道中央バス散歩町、東武線の車内放送を担当する。など、ありがとうございます。